キックオフです。日本対コスタリカ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。ナバスですね。シュートへの反応が素晴らしいですよね。体のバネや身体能力の高さ。シュート、ナバス。いやー、よく止めましたよね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。見事なプレーでチームを救いました。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本。ボールはクリア。スペースを狙う。いけるか。森田から中。バーに当たる。いやー、ここはバーに救われます。助けられましたね、バーに。カルボ、テヘダ、裏を狙う。日本カウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す。上げてきた。そのままキーパーが抑えました。トーレス、森田、いい守備です。ボルヘス、キャンベル、ベンネッテ、柴崎、このパスはキーパーへ。スペースにいいボール出たんですけどもね。遠藤、このスルーパスは通りません。ここで受けて、これはファールの判定。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。幸運にも注意に終わりました。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ。さあ誰に合わせてくるか。コスタリカ、ここクリアで難を逃れます。まだある。ここは通しません。裏へ届くか。ボールがつながる。シュート。いや、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。コスタリカ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。シュート。いやー、先制コスタリカ。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。そうですね、タイミングバッチリでしたよね。一瞬の判断でしたけど、パスも正確でフィニッシュもついてましたよね。さあコスタリカ、先制ゴールを決めました。1対0。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて、視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。なるほど。こぼれた。自分で行く。ここで丁寧にコントロール。キャンベル、山根、スペースを使う。堂安、シュート。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。三笘、これはファールです。イエローカードです。
日本現在は1点リードされている状況です。しかしポゼッションでは相手を上回っているんですよね。まあ一つ言えるのはフィニッシュの精度がポイントになってくると思いますね。前半の中盤という時間帯を考えてじっくりいってると思うので、あと一つを押し込みたいところですよね。裏のスペースを狙う。スルーパス、三笘と呼んでいた。自分で行く。チェックを受けますが動じません。プレル、チームに推進力を与えるサイドバックです。柴崎、堂安へ、堂安へ通るのか、このパス。山根、ここはキーパー処理しました。パスを出しましたが合いませんでした。このパスを防ぎます。さあカウンターのチャンスになります。どうだ、シュート、決まった、追いついた日本。ここでスコアをフラットに戻します。これは熱い一発になりましたよね。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターというのが選手に浸透しますよね。日本ここで追いつきました。これはスタジアムも盛り上がりますよね。あとの1点をどちらが取るのか。ヘッドだ、来た日本、試合をひっくり返します。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。さあ日本、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。三笘、長友、上げる、中央へ、シュート、いやクロスへの反応バッチリあったんですが決めることができませんでした。サイド崩されましたよね。突破されて中央も守りきれてないですよね。今のは連ネって、カルボ、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。失点の後怒涛の攻撃。さあ前半いかがでしたか。前半からすごい試合展開になりましたね。いや試合の流れって恐ろしいですよね。このまま追加点が生まれるのか、また再逆転あるのか、後半も非常に楽しみですね。日本対コスタリカ、日本が2対1でリードを前半を折り返します。さあ後半スタートです。ここでファウルがありました。前田、ここはボールを下げる。ウェル・キャンベル抜けてくる。コントレーラス、
富安、山根、三笘、裏のスペースを狙う、三笘から前田、クロス、三笘、キーパーこれよく止めましたね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。トーレス、ボルヘス、これはチャンス、どうだ、シュート、いやー追加点、日本、さあさらに点差が開いています。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたね。日本はここでベンチに動きがあります。さあ日本、これで2点差、リードを広げます。日本としては2点差ついたことで視野も広くなってプレーの幅も広がるでしょうね、はい、この勢いでさらにもう1点取れるといいですよね。そうですよね。前田から森田、簡単ですよ。三笘から前田、シュート、ボルヘス、前田、この選手に対しては北澤さん、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。そうですね、もうこれ以上点を取られる、シュート、日本追加点、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですね。いいことでした。さあ日本、3ゴールリード、いや止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、セカンド拾えるか、拾えるかな、どうだ、おっと、テヘダ、スピードアップしたいですよ。ここは長友、これは届くか、長友から久保、そこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。山根、三笘から森田、シュート、防ぐ、もう一度来た、さあカウンターだ、これは来た、キーパーからロングボール、三笘から柔らかいパス、三笘からのスルーパスは通りませんでした。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。これはクリア、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。
浮き球でサイドへ。テヘダ、セカンドボール拾いたい。シュートナンバース遠藤、長友、裏のスペースを狙う。三笘、中へのクロス、ここはディフェンスの対応。コスタリカは選手を変えるようです。得意のロングスローを入れてくるんでしょうか。このボールをカットします。キャンベル、柔らかいボール、富安、ここは読んでいます。さあ勝負です。開いた、来た、チャンスだ、シュート。中央フリーでした。日本はメンバーチェンジがあるようです。Substitution for Japan. Number 8. Coming on to replace him is Number 14. もう一度組み立てます。プレル、アディショナルタイムは2分という表示。前田、上げる、わずかに合いません。久保、どうだ、シュート、ナンバースと果敢に狙っていきましたが、ここで長い笛。4対1、日本逆転で撃破。前田、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。日本が見事な逆転勝ちで試合を決めています。